前みたいな。それやって。ね、なんか新婚夫婦が山歩きしてる人やから全部歩きはったとか言ってな。その言葉だけね。どうでもいいんやけどな、下手にこう怪我したり、そういう時にその人、その添乗員さんがね、すごい人でね、ものすごい添乗員で、なんかヘロに2回くらいおる。はい。早いね、待ってくれ。早からね。朝6時って帰り。それは泊まったんかな。いや、100万で。徳島だから。あ、ほんで夕方で。逆打ちや。これから入った。これから入った。10時頃に。前もそうやったわ。それはさっきの時代で。まあ、いいらしいで。誰を？大臣。なんか7月はいい。ちょうどいいって言ってたね。あれな、俺らゴールドカードでも150円でどっぷり超えるやん。その頃に何十万円があるやん。だからさっき言ってあげてもね、うちがそうやってんこないだな。限度がある子が今日俺ちょっと呼んでたら、まあそのやっぱり嫁はんが、いや、うちもそうや、嫁はん2人もこっちに回ってくるやろ、こっちに回ってこう、でもや、そうや、この辺の阪神大学。これね、ジュースみたいな。梅酒の梅を入れますか？チャイ入れない、でもほとんどジュースみたいな。梅酒の梅いらん。ごめんなさい、これ食べない。子供さんのジュースみたいな。水でも水でもいけます。室賀です。火入れの室賀です。岡山の小町米です。いや、うまいですね。みんなでいただきます。はい、チョコレート好きやから。混ぜるの。ありがとうございます。大学生の頃に、あれもしてる。等しい。大臣を街路にして、あちゃこちゃ釣りバッグ自分は泊まると思うんやけど、大臣は返したけど、自分だけないから、なるほど。キュウリがどう？キュウリを釣るわけじゃないよ。アメリカはキュウリはね、アメリカなんで食べへん。あ、全然。回れんことはない。病気は先月、2月いっぱいになったんだけど、今度はずっと心配になる。でも、もうコロナだから、あんたとなれなもん。うちは大好きやん。なあ、ごぼう天にんじゃん。去年からやんな。あれ、去年5年やけど。アラスカのオーロラがいいな。これもな、あれな、一平時代な、言うてその船、飯食いながら。